今日もいい天気です。でも昨日大豆刈り取り終わらせましたね。え、葉っぱが落ちてません。もう全然大豆ダメ。3年連続大不作。どうしようかね。で、今日は午前中野根小学校の脱穀に行ってきます。野根小学校は全部手でやりますからね。牛乳パックを使ってやると思います。結局これだけってことは、ここで15ぐらいだから、まあ30袋にはいかんよね。1トンには満たない。うちの味噌の分取れるぐらいか。いいとこ、まずい、非常にまずい、はあ、はい、DC-1 整備、格納整備ですわ。シンプル。シンプルやわ。まあところどころ金属肥料でひび割れしとるってな。これがね、振動で乱気がするから、ああ一番しん、うん、にがかかると、はあ、だから融雪したり補強して、確かにね、これクランキングで バランサーがぐるんぐるん動く。なるほどね。はい、野々井小学校に脱穀に来ました。さあ、うまくいっかな。学校公開日じゃん。通りですごい駐車場いっぱいだわ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん NHK 見た？見た。うまいこと撮ってくね。皆さんびっくりしましたね。ということで、あの川村シェフっていう方は野々市に在住の方で、あの金沢市で有名なツバジンっていう高級料亭の料理長さんやってるんですよ。で、あの私、あのちょっといろんなイベントで知り合いになったんですけど、野々市ですごい人いるなってね。だから、あの皆さんもこれからいろんな職業がある中でも、やっぱりああいう料理作るっていう道に行くとなると、やっぱああいう素晴らしい人になってほしいなと思いました。じゃあ今日はね、2限目しかやる時間ないからで、あの頑張ってやりたいと思いますけど、はい、これがこれ稲返した稲ね。これで挟干し終わって乾いてます。そしたらみんなでこの牛乳パックに入れてで、ここの口をつまんでブチブチって抜くんだけど、わかる？こう、これ誰か、これをこうやって入れてブチブチってやるんだけど、なかなかこの手加減が難しい。あんまりギュッとつまむと、あのちぎれるよね。ゆるいと取れないよね。だからそれの微妙な手加減で入れて、こうやって速さも難しい。切れそう。こっちか。おりゃー、まずさ、ね、また長い取れるんだけど、これやったら分かると思う。取れない人は諦めて、もう諦めて、こうやって自分の手でやっちゃう。自分の手も早いよ。ほら、ただね、飛び散る、飛び散っちゃう。まあ飛び散ったやつはちゃんと入れとくね。はい、この大体2通りでできると思いますんで、皆さん頑張ってやってみてください。いいですか？はい、じゃあ早速やりましょう。やってみよう。これ何じゃん。うまくできるか。牛乳パック挟む。もうちょっと、そう難しいやろ。はあ、はあ、取れない。もうちょっと強く。うまい、頑張れ、うまい、うん、グッグッ、うわった。このもうちょっとこうやってこの角っこにやった方がいいかな。この角っこでよし、林さんの左とか引っ張れ。
頑張れ頑張れ。脱獄の仕方わかりません。さっき見せた。見えませんでした。見えんかった。今見ろ今見ろ。力んだところは手で取る。よし。いやこれね。どうだ難しいだろう。難しい。やってみる。硬い。お取れた。取れた。よっしゃー。うまいうまいうまい。ギュッともうちょっと力強く握って。あちぎれた。ポチできない子はもう手で指でやった方が早いわ。手でポチポチと1個ずつ。これ全然できんやん。こうやってこうやってこすると取れるから、こうやってこうやって1個ずつ。はい。うまい。頑張れ。うまい。うまい。あ、ちょっと弱いか。頑張れ。この青いのは、この青いのは脱皮しなくていいんですよね。うん。それは身が入ってないね。頑張れ、うまい、頑張れ、頑張れ、もうちょい。チャレンジ2回目。よ、抜けない、抜けない、最後は抜けない。頑張れ、うまい、できたできた、素晴らしい。よしげ、おーできた、できたできたできた、素晴らしい。ちょっと眺めてて、できとるできとる。だから、もじゃあと全部やってね。はい。真っ黒やね。真っ黒やね。虫さんにやられたね。めっちゃやられたねんけど私の。あのね、縁っこの方が食べられるのよ。田んぼの真ん中の人は守れてる。縁っこやったんか。縁っこら辺やったもん。残念。大丈夫大丈夫。ね、虫食いのお米とか黒いのとか緑のやつも全部入れといて、後でもみすりでみんなで息でふーってやったらそれ軽いから飛んでくのよ。うん、そういうがねちゃんとなってるんで大丈夫です、はい、とりあえず入れとく。えごい、えれっ、うまい、おっ、頑張っとる、うまい。よし、そっから先は硬いんだよねこれ。まっすぐ抜け、大丈夫大丈夫、まだリカバリ可能や。うまい、やれた、バッチリやりして、はい、綺麗に取れました。イエーイ。一個ずつ早、素晴らしい。これ確実丁寧や。よかった、見して、はい、おお素晴らしい。これどうやってやったの。全部牛乳パックでやった。そう、全部牛乳パック。えらい。それだと抜けない。あー、そっかー、難しいな。抑えない、抑えないだろう。技がいるな。あ、切れた。これもなかなか難しいぞ。あさっきうまくいったよね。これで取れる。ねえ、まだもうこれなんだ。クロームブック。クロームブック。クロームブック。へえ、すげえ。はい、次回もお見せる用のすり鉢と天井。気持ちいいよね。取れるとめっちゃ気持ちいい。今日は初めての脱穀で。最後まで出てきてます。それはうまく脱穀ができなかったけれど、最後はうまく脱穀ができたので良かったです。最初はあのみんなこんなだけかと思ったけど、みたいなのが腐ってるものでびっくりしました。いろいろあるね。一気に全部できたら気持ちいいけど、たまに引っかかって飛び散る。確かに。皆さん、脱穀楽しかったですね。楽しかったね。昔の人はあれずっと割り箸みたいなんでずっとやってたのよ。バリバリバリ。だから冬中のお仕事で、それがさ、割り箸の次千箱切ってこんなねでっかい口みたいなのにガッてバリ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 って取っとったのが、今足踏み脱穀機って今度足で踏んだらぐるぐる回らせてバーって取るようになって、今林さん家にあるのはこのエンジンで回る機械で全部刈り取って後ろでぐるぐる回して取る。だからみんなが今やったことが実は今の機械と同じことやってるんで。でさっきほらあの緑のとか黒いのとかいろいろ入ってたんですけどね、昔で林さん家でご飯食べてたらね結構石入ってたのよ。君たち今ご飯食べてて石噛んだことある？あるほとんどね。石
ガーってやったらあーってなるんだけど、今は林さんちは石を抜く機械通してで緑色とか虫の食べたやつをちゃんとねあのちゃんと LED で照らしてカメラで全部弾くタッ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 てそういう機械を通してからみんな綺麗なお米食べてるんですけど、今度みんなでやるのはもみすりね。この皮を剥きますね。そしたら皮を剥くためこれなんて、え、これはすり鉢、これはテニスボール、これに入れてゴリゴリするとあの皮が剥けますね。ところが気持ちよく剥けるんだけど、皮とお米を分けるためにどうしたらいいの？ボール、ザル、風、そう、風、風でふんってやるんだけど、去年の5年生全部自分に返ってきた。だから吹き方と風の量はみんなよく考えて、うまい角度でふーってやって飛ばす。あ、もみ殻だけで。で中に粒が残ったんで、それをみんなで数えてください。あのこの前から言ってましたけど、去年のチャンピオン800粒取れてますからね。それをみんなであの数えて、でそれを林さんち持ってってあの今度、おにぎりにしてみんなで食べるということになりますので、そこまで頑張ってやりたいと思います。はい、で釣り鉢カツラ全部ありませんので、あの残った人は指でやる。最初の年の子は何時間もかかって指でやって、もう指痛くなって先生がかわいそうだってすり鉢買ってきた。今から6年ほど前かな。でだから皆さんあのそれも体験してみてくださったらいいと思います。はい、はい、林郎さん、今日は脱穀の仕方を教えてくださりありがとうございました。ありがとうございました。今日私は脱穀をして米が飛び散ったりなんかいろいろあったけど、みんなで楽しくできてよかったです。はい、ありがとうございます。そしたら、俺の挨拶をします。はい、全員起立。はい、じゃあ林さんの方におへそ向けます。はい、じゃあもう一度あおりに取りましょう。気をつけ。はい、林さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、野々市小学校の脱穀終わりました。みんないろいろ考えてやっとるよね。おもろかった。はい、明け起こししてます。次は大豆田に向かってつき込みが始まりますけど、その前に計算を巻きます。ブロキャスをつけます。 KL3950。 大豆田後に巻きます。イエーイ。
はい、計算巻いてます。デコボコして大変。はーい、頑張ってねー。